眼科の平松です。今日は 95% の人が間違えている正しい目薬の仕方についてお話しようと思います。今日のお話を聞いていただけるといい目薬の差し方ができて効果もすごい上がってきます。差し方一つで全然違うんですね。はたまたいわゆるこう副作用とかそういうのも出づらくなるので今日の話を最後まで聞いていただければと思います。以前も紹介しましたがちょっと言い忘れたとことか細かいことをアップデートして今日はお話しようと思います。じゃあ間違った目薬の差し方を先にお話します。目薬して目をパチパチする。ね。まあ今までも私の動画見てる人はそれ聞いたことあると思うかもしれないですけど、いわゆるこう復習だと思ってください。パチパチしてしまうと何が悪いか。パチパチすると涙が分泌されて、涙って目に出て鼻行って口に流れてくるんですよ。よく泣くと鼻水出たりとか、しょっぱいの口に来たりしません？しますよね。あれっていうのが出てしまうので、せっかくつけた目薬の成分が流れちゃうわけなので、意味ないですよね。で、薄くなってしまう。もっと言うと、涙が溢れてしまって、ね、せっかくつけた目薬が溢れた感じになっちゃうってことで、よろしくないわけ。なので、パチパチするのは基本的にやめていただければなっていうふうに思います。で、もう一つが、目薬した後、目をギョロギョロ動かした方が効くんじゃないかなって。これに関しても、あんまりギョロギョロ動かすのはいいことじゃない。行き渡らせようとしてるらしいんですけど、別に、目動かなくても行き渡るんで、そこは心配しないでくださいっていうところですね。で、後の問題としては、よくやっていることとして、目薬の刺した後、ちょっとこう、溢れるような感じするじゃないですか。で、ティッシュで拭くじゃないですか。その時、よく皆さんがやるのが、あなたもやってるかもしれないんですけど、目頭とかでこうやって拭いたりとか、目尻とかでこうやってティッシュで拭いちゃう人いるんですよ。これやっちゃダメなんですよ。これなんでかっていうと、ティッシュが目の縁につくじゃないですか。で、そうするとこれ水分をシュシュって吸い取っていくわけですよ。だから、つけた目薬の成分をこれがじゃんじゃん吸い取ってしまうわけなので、効果が全然落ちてしまうので、目につけるんじゃなくて、こうじゃないですね。溢れてきたのをティッシュで吸い取る。こういう感じです。だから、こういうところを拭いていただくってイメージを持っていただけるといいので、ティッシュを直接目のところにつけるっていうのはダメって思っていただければと思います。っていうのがダメな方法ですね。いい方法は何なのか。まずベースは手を洗うこと。ね。まあ、これは当たり前ですね。まあ、特に今の時代はそうだと思います。そして、目薬の蓋を外した後、こんな感じで上に横に置いちゃうと、ここの下が汚れちゃうわけですよね、ここの。ってことは、またまたつけた時汚れちゃうので、できれば最低横、また上に置いていただくっていうのがいいですね。まあ、これがなかなか、手も使いたいし、置く場所もないって人の場合は、僕らの場合とかだと、こんな感じで小指で持ったりしてます。そうすると、目を開けたりとか、この人差し指と親指でできるじゃないですか。目開けて、何々してってやってもここ汚れないので。まあ、ただ、これ慣れてる人がやるんで、特によく目薬する人はこうやって小指で持っていただけるのいいですけど、まあ、慣れない場合は、横、または上にして置いていただくのがいい、蓋の置き方になりますね。じゃあ、蓋を置きました、または持ちましたってなります。で、まあ、もちろん目を外しますよね。で、この時、上向きで目薬するのがいいのか、寝っ転がって目薬するのがいいのか、どっちがいいですかっていうんですけど、まあ、確実にさせるのは寝っ転がった方です。ただし、めんどくさいんで、まあ、できれば寝っ転がっちゃった方が楽だと思ってください。じゃあ、寝っ転がらないでもどっちでもいいんですけど、刺し方。下眼圏を下げる、まあ、要は下まぶたを下げる方法とかと、眼骨法っていう方法があります。下まぶたを下げる方法っていうのは、これを、ピッと下げてあげて、目薬を入れるイメージは、この下げた中に入れるようなイメージ。つまり、目の玉に入れるか、下まぶたのこう内側のところに入れば、それで OK みたいな感じでやっちゃうって方法もあります。で、やっていただけると、こう刺しやすいですよね。で、このメリットとしては、上まぶたとか、両方をこう開けるのがあんまり得意じゃない人の場合は、これもいいです。で、両方うまいこと開けられる人、特に人差し指、親指を使って、こうやって、うまく目を開けられる人は、
両方開けて目薬をさせていただくっていう方法もいいですね。この両手でやるのと、下まぶたを下げる方法。もう一つの方法が、あっかんべーとか、あとは原骨って言って、あっかんべーってして、原骨つけて、それで目薬をするっていう方法もあります。で、そうしてあげると何がいいかっていうと、手がフラフラしてないんですよ。つまり、こうやってあげると、こう、くっついてますよね。手と、これがくっついているので、こう、空中だとどこに行っちゃうかわかんないんですけど、手の上に置いてあげれば安定するので、全然違うところに目薬刺す確率が下がってきます。よく、目薬しても目に入んないんですとか、わけわかんないところに目薬刺さっちゃいますって場合は、原骨を置いて、その上に手を乗せて目薬していただく。原骨の上に手を乗せて目薬っていう方法が、まあ、効果的な方法だと思っていただけるといいかなって思います。で、もう一つが、点眼補助具って言って、楽々点眼とかって言うんですけど、これをもうカップみたいのにカパってはめて目薬するって方法があるんですね。それはまあ別動画でも紹介してるんで、まあ、そういう道具、まあちょっと費用が数百円はしちゃいますけれども、まあそういうのを使っていただくっていうのも一つの方法になるので、まあそれはよく目薬刺される方の場合は使ってみるといいかもしれません。ただし、目薬の種類によっては、ここの先がですね、うまいこと点眼補助具にはまらないこともあるので、まあ、ちょっとすべてがはまるわけではないってことをご了承ください。結構ね、メーカーさんがバラバラなんですよ。まあ、できればそこ揃えてほしいなって個人的には思うんですけど。あとよく言われるのは、目薬さしても溢れてきちゃうんですと。なんかこれ悪いんでしょうかって言われるんですけど、実はですね、溢れていいんです。あとは、一滴じゃ足りない気がするんですけど、何滴刺すと効くんですかって言われるんですけど、一滴でいいんです。これ何かっていうと、だいたい目に溜まるのが20から30マイクロリットル、まあ、0.02から 0.03 ミリリットルですね。目薬一滴が 0.03 から 0.05 ミリリットル。なので、目に溜まる量より同じかちょっと多いぐらい目薬の一滴って出てくるようになってるんですよ。なので、一滴入れば十分に目には行き渡るもんです。ただし、心配なんだよねっていう人は別に2滴刺してくださっても結構です。ただ、ちょっと溢れちゃうし、2倍早くなくなるわけですよ。例えば、1ヶ月に1本ですって出されたけど、1ヶ月に2本必要になっちゃうわけですよね。2滴刺すわけだから。なので、まあ、そんなイメージを持っていただけるといいです。ちなみに、1本って大体どんぐらい持つんですかって言われるんですけど、1ヶ月弱程度持つっていうのが一般的な容量だと思っていただけるといいかなって思います。だから、きっちり刺していると、まあ、1ヶ月持つか持たないかっていうようなイメージになります。で、目薬の保存期限はっていうと、大体はですね、ここに2000何年何月何日までって書いてある。これは、開けなかった時の保存期限です。開けちゃったら基本1ヶ月前後。まあ、長く持つやつで2、3ヶ月持つやつもありますけど、まあ基本1ヶ月前後でもうダメ。廃棄と思ってください。よく、カバンの中にピッカピカピになった、目薬持ってる人がいるんですけど、ダメですね。長くは、置いとかないでいただければと思いますと。じゃあ、目薬2種類刺す場合、これともう1種類刺すときありますよね。その場合、どのぐらい間隔を空ければいいんですかっていうと、基本は5分間を空けてくださいっていうふうに言ってます。なんでかっていうと、研究があって、1個目と2個目が30秒しか間空けないと 70% 流れちゃうと。2分で 30% 流れちゃうと。だから5分空けると効果的ですよって研究があります。ただ、結構昔の研究なので、まあ、大体5分空けられればいいなっていうようなイメージと思っていただければいいかなっていうふうに思います。じゃあ、まあ、こんな感じで、カパってはめる時間もわかりました。じゃあ、目薬一滴刺しました。で、その後どうするか。で、さっき言ったようにパチパチはしません。まあ、基本的にはね、目閉じといた方がいいです。目を閉じといていただいて、そして、目頭、ここですね。ここの部分を押さえていただいた方がいいんです。そうすると何がいいかっていうと、涙って目に入った後、鼻から口に抜けていくんですが、抜けてきにくくなるわけですよ。目薬がね、今回ので言うと。となると、目に溜まってくれるので、それだけ効果は高くなります。そして、副作用も出づらくなります。特に副作用とかって、目だけじゃなくて鼻や口に出てくる。よく目薬した後、苦いなーって感じることありませんかね。あれっていうのが、口に来ちゃってるから、まあ、そういう風に感じてしまったり、ピリピリ感じたりすることもあるので、副作用を出さないという意味でも、しっかりと
押さえておいて、強く押さないでくださいね。強く押すんじゃなくて軽く押していただいて、目に留めていただくっていうのが効果的な方法だっていうふうに思っていただければと思います。実際、私の患者さんとかでも緑内障の方とかで目薬は刺してたんだけれども、この正しいやり方を知らなくて効果が全然出てなくて、もう手術しなきゃとかどんどん見えなくなってるって患者さんがいました。正しいやり方をちゃんとやっていただいたら、たったそれだけのことでどんどん失明に向かってた目が失明にならなかったりとか見やすくなったりとか、そういうことも出てくるんですね。特にドライアイとかだと一生懸命刺してるけど見づらいと、でちゃんと刺せるようになったら見やすくなって便利になったみたいなことも結構ザラにあることなので、目薬の刺し方ってあんま教わんないんですよね。申し訳ないけど眼科でちゃんと教えるべきだし、薬局でちゃんと言うべきだと思うんですけど、残念ながら我々がこういう詳しいことを言う機会もないし、時間もない、申し訳ない、それ言い訳なのかな。なので、この機会に知っていただいて、もしあなたが知ってて友達が知らないっていうこともあると思うんで、そしたらお友達に今日のことを教えていただいて、あ、こうするといいんだよっていうの、結構知らない友達多いと思うんですよ。95% 以上知らないです。私が、あるところの大学病院にいる時に研究した時も、ほとんどの人が緑内障で目薬5年以上刺してる人を対象とした研究なんですけど、ほとんど皆さんこの刺し方を知らなかった。一応説明は一回したんですよ。したんですけど、やっぱ覚えてなかったので。で、この動画見たら、ああ、オッケーオッケー、わかったって思うかもしれないですけど、その私の研究でわかってることが、だいたい3ヶ月から半年すると忘れるってことわかってます。なので、たまにこの動画見返してください。そうすると、あ、そりゃそうだった。ここ忘れてたってこと結構あるので、目薬をしっかりと刺していただいて、刺し方を覚えていただくことが、あなたの人生、ここから先、目薬も一生することはあると思いますんで、目乾いたりとかね、緑内障とか、白内障とか、いろんな場面、ドライアイとか、そういうところで使っていく中で、人生重要なんで覚えておいてください。で、これが大人の話で、子供の場合どうなすればいいのっていうのも質問いただいたことがあるんでお話します。子供で目つぶっちゃう子がいます。その場合は、目つぶった上から目薬してくださっても結構です。え、それじゃ効かないじゃないのと思うかもしれないですけど、つぶってても隙間ってちょっと開くんですよ。なので、そっから入り込みますので、いいから目頭のところに一滴入れていただけると入ります。心配だったら二滴とか入れてもいいんですけれども、目つぶった状態でも多少は効果あります。もちろん、目を開けて入れるのが一番いいんですけれども、なかなか難しくて目つぶっちゃうってこの場合は、つぶったまま刺していただくのもいいです。で、泣いちゃった場合は、もう一回、落ち着いてからもう一回刺せるといいですし、どうしてもの場合は、また別の時間、機会にしていただけるといいと思います。どうしても動いちゃう場合はどうなのかっていうと、肩のところに、足とかを置いていただいて、あんまり動かないようにして刺していただく。もちろんそこまで必要な目薬であればっていうふうに思っていただければと思います。こんな感じで、目の健康情報をいろいろアップしていくんで、チャンネル登録して今後も見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。